はい、じゃあお願いします。お願いします。今日はですね、水溜りボンドさんに協力していただいて、はい、実験を一つやってみたいと思います。はい、協力していただいてるんで。そうね、そうですね、こちらもありがとうございます。ボイスキングでありがとうございます。ちょっと人手がいないとできないですけど、はい、はい、で、ちょっとまだね、朝10時でちょっとテンション上がらないと思うので体を動かしてテンション上がるように頑張りますよ。はい、してみたいと思います。はい、はい、はい、ちょっとね、あそこにお姉さんいるので、ね、お姉さんにもちょっと協力してもらってですね、はい、ちょっと1階に行って、はい、バランスの、ちょっと実験をしてみたいと思います。ちょっといいですか、はい、4人くらい必要なんでちょっと集めたいと思います。全然知らなかったみたいな顔されてるんです。完全に知らなかったです。大丈夫ですか。はい、じゃあですね、ここでちょっと実験したいんですけど、はい、4人は必要なんで、ちょっと松本さん、はい、協力してもらって、今からですね、椅子取りゲームをやります。はい、科学の椅子取りゲーム。科学の椅子取りゲーム。科学の椅子取りゲーム。ここに4つあるんです。はい、まあ、まず座っていただいて、はい、じゃあちょっと今日はちょっと後ろに倒れていただいて、はい、倒れますよ。はい、怖い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 、本当に何も聞いてないですよ。怖い怖い怖い。もう全体重かけていいですか。はい、全体重かけていただいて、すみません、しっかりと乗っていただいて、はい、朝からこれか、これで椅子を取っていただきます。椅子を取るんですか。じゃあ一番丈夫そうなチェアギャル。なんでだよ。じゃあこっち来ていただいて。そのなんでだよ。そうです、確かに。上げてください。カメラない方。どういうこと。あ、怖い怖い怖い。やばい元気さん、やっぱ理論上怖い。はい、いきます、これでいきますよ。はい、頑張ってるもん、足ちょっと、はい、そこはやばい。これはですね、人間椅子って言って、いや、説明後にするんですか。今みんなのこと考えてるもんな。説明後だ。後ろの人に体重をかけて、その後ろの人が体重をかけて、こう、円になってるので、みんなでバランスが取れる。そういう試験。先に言えよ。そうですね。先に言ってほしいですね。これ、どうでしょう。こんなことされてどうするんだよ。回転しますか。わしら、このまま、ちょっと時計回りに。いるわけよ。どこまでいける。いるわけよ。おかしい。頭おかしいな。この回転、元気さん、それじゃ。じゃあ、いくよ。行くよ。いけるか。もう無理。今日という日が終わる。朝10時からこれ無理ですよ。ちょっとゆっくり、ちょっと静かに内側に倒れていって、はい、きつかったこれ。やばい、本当にこれ。ということでですね、これ人間椅子バランスの実験という。朝10時からやるネタじゃない。人がいないとできないので、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。でもすごいっていうのは分かりました。椅子がなくても人間だけでバランスが取れてる。でも、はい、見てるほどはきつくはないと思う。多分、めちゃめちゃきついかって言ったら、まあちょいちょい、多分映像的に見たらできなそうじゃないですか、あれで。椅子がないと絶対成立しなそうだけど、まあ成立する、はい、そう、人が椅子になって、それぞれね、バランスをなんか保ち合いながら、不思議な感じで、はい、支え合いながら、ちょっとバランスを取って、はい、はい、ぜひみんなやってもらえればと思います。水溜りボンドさんの実験、はい、チャンネルにも協力してるので、ぜひ水溜りボンドさんのチャンネルを見てみてください。はい、お願いします。